行動1周年記念おめでとう。はい、そういうわけでハルパパでございます。いやね、そんなもんどうでもいい。こういうこと1周年記念はどうでもいいんですけれども、こちらね、初心は、まあ、1周年記念で1ということね、初心に帰ろうという意味の、動くな。初心に帰ろうという意味合いなのかな。で、1というのは1周年の1ですよね。今日はね、こちらをね、何としても撮っていこうと思うんですけれども、なんだこれ？なんだこれ？これはかっこいいぞ。おい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 。おいおいなんだ。おいおいなんだこれ。え、これは多いでしょ。ちょ、まあ、撮りましょう撮りましょう。とりあえずね。とりあえずこれじゃねえや。とりあえずこの初心1を狙っていきましょうか。なんだこれ。え、なにこれ。無料購入？え、無料購入？はい。はい。なにこれ。え、あ、そういう、そういうことね。これなんだこれ。無料購入。必ずゲットできるんだ。え、これはどうする？いらない。必ずゲットできるやつがあるんだね。とりあえずガチャやりましょうか。今回の、なんかその、車両好きに関しては、めちゃくちゃいいよね。で、これ？おっと？これはいいぞ。初回の、なんか10連が安くなるみたいな。まあ、10連なんかね、もう瞬殺で終わってくんですけれども。早速ね、何が出るのか見ていきましょう。こちらですね。初心が2種類の？これってさ、初心が被った時に、色とかまたレベルアップしてくのかな？まあいいや。ていうかね、すげえね、種類が多い。パーセンテージは？ 0.1 か。0.2% ぐらいね、大体ね。なるほど、なるほど。で、金色の出現率全体的には 1.6%。まあ、100回行けば1回引くということで、これが10連で1200ということは、だいたい2400円でしょ?1 回2400円だから、24000円かければ、金色は1回は出るよっていうね。鬼しよう行きましょう。行きますよまたやってきたな、このいかつい企画が。行きます。トン。カモン。おお。まあ。さてさてさて、バトルパスはレベルアップと。初心か。怖いなー。でも一回一回が重たいからね。まあ今日用意したのはだいたい5万円ちょっとかな。5万円ぐらいでやっていくわけなんですけれども。これでなんとかね、ちょっとね。まあね、初心は当たるとは思ってんすよ。正直。5万あれやね、さすがに。初心ではなく、やっぱこのさ、なんつうのかな、この色違いの。初心101ってやつ。初心101。こっちは記念だもんね。初心101が欲しいよね。やろう。行くぜ！ボン！頼む来い！ガイン！カモン！はぁ、渋い。分かっていて、分かっていたことだけど渋いよね。5万円の今、ちなみに5000円分ぐらいが大体消えましたね。皆さんこれ5000円が今消えました、2回で。やばくね？カモン。静かに引くスタイル。頼む頼む頼む。ちょっと待って。サタン何台出てんだよ、もう。怖いなー。ちょっと待ってよ。はい、サタンはもういい。サタンはいいよ、もう。いやーもうね、相変わらず怖いよね。これなんかできないの？ただで。まあ、ただできねえか。いきます。来い。頼む！来い！ここで来て！ジープ。待って、ここでね、マジでね、なんだろう。うわ、めっちゃ引きよかったわーとか言いたい、俺は。いきます。来い！待って、あ、まだ1万円使ってない？ 1 万ぐらい使ったもん。4回ぐらいやったよね。やべえ。まあ、これでじゃあ1万という感覚で。そういう、鬼畜な感覚でいきましょう。ビヨン。頼む、これ1万で頼む。1万で頼む。く、黒騎士。あ、高騎士。黒騎士さんやん。黒騎士って言っちゃった、今。高騎士来たか。でも俺、高騎士金色なんだよな。まあ、これなんか違うものを交換していきましょうか。あー、怖いな。もう、とりあえず1万円ちょい使いましたね。なんかもう感覚わかんないけども。行きましょう。ビヨン。頼む。シャシャモフ。ヒーローセンチュリーか。どうでもいいな、これ。なんかでも今さ、10万ぐらい使うと、あ、お、なんだっけ、ブガッティのさ、ガチ、おっと？うそ。普通にさ、俺会話しながら弾いてんの。でさ、さらっと外れんのやめてくれる？さらっと外れんのだけやめてくれる？うん、そのブガッティのさ、多いみたいな。課金しまくった人には、もうかわいそうだからこれあげるみたいな。それめちゃくちゃ欲しいよね。レア度がめちゃくちゃ高いらしいよ、それ。頼む来い！頼む！うん、きつい。ちょっと待って、きつい。ちょっと待って、今いくつ、いくら、今、もう、ろれつも回らないよ。今いくら使ったん？初心！まさしく初心に帰る！はい、初心に帰ります。今から始めるという気持ちでね、まさか初心に帰るってことは非常に重要だと思うので、ポン。頼む、うわー、
なんだこれ、おいなんだこれ、1周年誰もこんなのじゃもうお祝いなんかできねえよ、こんな潰れちまえ。俺頼む、うわきっつきっつ、ちょっと待って、ダイヤだけボコボコ増えていくな、きっつい。ちょっと待って、あと1万2000ってことは100連か。金出た？高岸？え、待って、何？高岸金なの？じゃないじゃん、オレンジやん、オレンジ。いや、まずい。待って、これ、あなた 1% ってわかります？ 100 回やったら1回出るんですよ。もうだって100回やったでしょ？ちょうど100回ぐらいでしょ？ 2万5、6000あったでしょ、俺。待って。1台も出ないとかありえないから。いきます！頼む！やばい、そういうの飛行服とかいらない、そういうのいらない、何の慰めにもならないから、そういうの頼む、もう、おお、なんか M1、 M4 開いたな。 M4 来ましたね。え、これ死神持ってなかったの、マスクどうでもいい、死神マスク持ってないとか。じゃ、一回ちょっと、はい、これね、出し方あるんですよ。一回こうやって画面を切り替えてリセットすると出るようなんですよね。どこぞの誰かがやってた、こうネタかって、ガチャネタかって、こうすれば出るみたいな。いきます、ビヨン、頼む、心から。いや、きついな、リアクションがきつくなってきたよ、だんだん。頼む、お願い、うわー、きつい。待って、これ荒野行動って何なんだよ、荒野行動って。待て、いきますよ、頼む、もう金が出ない、金自体が出ません。はい、金自体が出ねえじゃねえかよ、ゴミ。おい、とりあえず残りの1万円にしといて考えましょう。これね、5万円ですよ、皆さん。お年玉ですら5万円ってなかなか集まらないでしょ。5万円の重さは多分、まあ僕もそうだし、皆さんが一番よくわかってると思う。5万円あったら何しますか？ PSO を買いますか？吉野家で牛丼をね、100杯ぐらい食べますか？はぁ、ゴミだな。いきます。あと4回ぐらいできるのかな？いきますよ。頼む。せめて、その、ワンをください。ワンの方、ワン。ワンのあの、初心の、なんだこれ。わかんないけど、ワンの方ください。お願いします。5万円なんですこれ。はあ、これあれだ、運営さんって多分バカだな。バカだろこれ、どう考えても。待ていいやね、これ。お持ってんのかよ、これ。ジープ、どうだ、やばい、もう本当に当たる気しねえよ、これ。本当に待て、え、これは、え、待って、頼む、チェンチ、ゲッチ。皆さん、5万円を消化しました。クレジットカード、また止められる。マジか。クレカがね、止まりました。今1万円のやつ、まあ2つ買ったわけよ。そしたら3つ目買おうとしたら、僕まあ10万円覚悟してたんですよ、このね、こう初心に帰るつもりで。いつもありがとう、荒野行動。そうしだしたら買えませんでした。とりあえず2万円も買えたんで、これだけ買います。で、今ちょっとね、外出れない環境なので、まあしゃあない、もうね、iTunes カード買う。クレジットカードは止められましたと。なんなんこのシステム、ゴミシステム。このさ、いいじゃん、俺買うっつってんだからよ。さあ、行きましょう。いやー、行きましょうか。どれだ、ガチャか。ガチャ買いや。よし、行きましょうか。じゃあ、とりあえずまあ、90連プラス、単発で行きたいと思います。よし、行きますよ。怖い。ほんと頼む。これで頼む。打ち止め。頼む、本当に頼む。 M4 は出る感じなのね。M4 は出る感じなのね。待って、2万円ってさ、こんなにすぐなくなるもん。おお、高岸。
アホかて、アホかて高岸も金色やん俺。高岸とかサタンは出やすいのね、比較的ね。10倍以上出やすいよな俺。バイクスキンは、バイクスキンさ、まあ、ほんとなんつうのいいんだけどね、まあまあまあいいんだけど、すぐ撃たれんだよな。おー、ビビった、ちょっとビビった、ちょっとビビったけど、後に残るこの虚しさ、うん、頼む頼む、もうもう本当にライフはゼロよ。待て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 、はいはい、ザコ、はい、ザコ、はい、ザコだなこれ。待て待て、行く、来い、頼む頼む、待て、来る素振りない、素振り、素振り、なんだ素振り、来る気配がない。あと30連か、あと30連、行きます。初心、もう初心に帰る俺は。この今回のこの課金で初心に帰りたいと思います。ポン、ドーン、よっしゃー、危ねえ、初心に帰ったら出た、危ねえ、これ初心はこれっすか、これだ、いや危ねえ、怖え、もう明日まだ買いに行かないかと思っちゃうよ、本当に怖え、ガチャ、いやもう やりました、よっしゃ来たぞこれ。待って、来た、はい、来たー、はい、おめでとう。いやービビった、マジもう吐き気した今。はい、というわけで、はい、平成の課金王ハルパパでございました。はい、はい、というわけで今日もね、今日もまさきがお送りさせていただきました。どうしようかな、ちょっとこの余った金券もうちょっと引いちゃう、ウイニング金券で引いちゃう、これもうもうさすがにね、もう何でもええわ何でもいい、ヒーロー戦地に持ってないから、もうこれ引いちゃおっか、もうね、これとりあえずガチャ引きましょう。もう10連でね、ウイニング的な感じで、はいはいはい、かぶんねえかな、あわよくば、あわよくばかぶんねえかな。初心、初心来い、初心来い、初心来いもうすでに初心の心忘れてる。あ、なくなった感じね。まあとりあえず単発でいきましょうか。いやーマジでホッとした、本当に、ほんとウイニング、ウイニングガチャだわ本当に今。はい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 の、はいの、はいはいゴミしか出ねえな、ほんとほんとゴミしか出ねえな。はい、というわけでなくなりましたさあ一回ね、乗りに行きましょうか。もうね、もうほんとね、ガチャとかさ、課金とかさ、お前自慢じゃんみたいな言われるんだけど、よく自慢とかじゃなくて、もうほんと苦行、苦行だから、本当にやった人しかわからない、このね、痛み、悲しみ、苦しみ、切なさと、うん、愛しさと心苦しさ、マジでね、わかんないから、やった人しか。さあ、初心ここであればもうクリアになるけど、あるか、おお、この出てる、この出てる、かっこよくないこれ。さあ、どれも、なんだこれ、すげえな、すげえな、なるほど、なんかサンダーバード表現が古い、何キロ出るのかちょっと見せていただきましょう。110キロ、まあ普通っすね普通っすね、はい、もういらない、はい、バイバイ、はい、やっていきましょう。なんだこれ、なんかデパートの宣伝みたいになってるこれ1500m ダイブ、マジでね、これ正直ね、ちょっとね、動画にしちゃったんだけど、マジで浸透するなって思ってるから、これマジでね、初手事故ないし、その武器がね、もう本当にめっちゃね、資源しっかりあされるんですよ。まあただそっからは別にあさった後に、あの俺がすぐ死ぬってのは別に変わりはないんですけれども、誰もいないから絶対、ほら、いたおい、リスナーだな、おい、誕生日ケーキなんだこれ、ドリンクの代わりに誕生日ケーキってやばくね、喉めっちゃ乾くからこれ。そういえばさ、荒野の光デイ3に出られることになったんですが、なったんですがだよ。ちょ、皆さんよく考えてほしい。俺、さ、皆さんもご存知の通り、俺の成績やべえわけよ。もう活躍しすぎちゃって、成績はやばい、ゴミなわけよ、俺の、やっぱり。なのに、こう、デイ3に入ってく、このシステム。なんかさ、ありがたいけどみたいなとこあるよね。どうしたらいいんだろうみたいな。まあ、とりあえず今回は、まあね、期待してみてくれる人がまあいっぱいいるので、あの、できるだけもちろん頑張りたいというね、この思いを込めて人数変更をね、しました。人数変更で、ごめんなさい。人数変更じゃねえ、メンバー変更。ちょっと今回はね、もうガラッとリニューアルして、ちょっと挑もうと思います。はい。明日の動画あたりで、練習戦出すので、あの、動画としてね、そちらをね、ご覧いただければなと思います。はい。まあ、前回ももちろんガチメンよ。もちろん強いメンバーだったんだけども、いろいろね、まあ、いろいろあるわけよ。そのさ、組み合わせ
わせだったり、そのあとは練習時間は全然取れなかったりしたので、まあね、そういう部分がいろいろあるんだけれども、今回ねちょっと新しいあの人間でね、揃えたので、頑張っていこう、またね新たな気持ちで頑張っていこうかなと思います。はい、新生春パパのチームをですね、まだぜひとも皆さん応援していただければなと思います。はい、まあね、春パパザコヤンってね、まあ俺一人を見てね、ザコヤン言うのはまだ尊敬ですよ。これ本当にメンツが強いから、今回もね、今回も強いから、なので今回もね結構自信ありますね。なんかでもこうさ、まあ同じチームでさ、もちろんさ、なんつうのかな、こうね、みんなでさ、ね、チームワークをさ作っていくのももちろんいいと思うんですよ。ただ俺みたいにさ、いろんな人をさ、あの人数変更した、人数っていうかメンバー、何回も間違えてるわ、メンバー変更していくっていうのもまあ面白いのかなと思いますよね。別にさ、ガチガチっていうのもあるけど、なんかね、そのフェイターさんみたいに、まあ言うてもさ、なんていうのかな、エンターテイナー性欲しいから、まあそれでいいかなって感じですよね。まあ勝てない人の言い訳なんですけどね。ちょっと待って、 M4 ねえぞこのゲーム。サンダーバード、最近コメント欄でよくさ、下手くそ、なんでこんな、なんか下手くそなやつを公認実況者になってんだよ、よく書かれてるんですけどもね。お前らいいかよく聞け、いいかよく聞け、俺も思ってる。みんなね、応援してくれる人がいるので、別にあれ、公認実況者って上手い下手とかじゃなくて、応援してくれる人がいるかいないかって話なんですよ。だからあなたはきっと応援してくれる人がいないんでしょう。はい、そういう感じなんですよね。だからその上手い下手ではないというところだけはね、あのご了承いただければなと思います。はい、そういえばあの投票あっちゃん、あのなんか人気投票みたいなやつ、皆さんあのどうも本当ね、あのまああの最下位にはなったけど、本当にたくさんのね2000人の以上の方が投票してくれた事実ってのは間違いないので、本当に感謝してます、ありがとうございます。これをね、このなんだろう、力にねしていきたいと思うんですけども、まあ言うて負けは負けっていう感じなのかな。まあどうでもいいけどね。まあなんか別にさ、なんかね、選ばれなかったからってさ、その死ぬわけじゃねえし、なんか楽しく、おっと、セダン見つけたぞ。俺はこれを待ってたんだ。今日も戸間崎行きます。さあ来た、かっこいい。はい、かっこいい、俺。俺どこ行くの?一回こういう外れで、敵に会ってないでもう25人なんだけど。あ、ワンチューのど真ん中やん、ここ。ちょっと待って。ど真ん中あかんっておばあちゃんがしてた。死んだおばあちゃんがど真ん中あかんって言ってた。もう降りようかな。残り4人なんだけど。マジ?なんだかいけそうな気がするーつって。あると思いますつって。マジ?これいいの?いいの?こんなんでいいの?そういうゲームだよね、でもね。おっと来た。来たな。オッケー。よし、初心に帰った俺は強い。かっこ確信。あと一人。危ない。はい、これが私でございます。はい、というわけで、まあ、とりあえず、初心に帰って、京本政樹、頑張りました。